ドリトル先生シリーズ、ドリトル先生シリーズの登場キャラクター、ジョン・ドリトル。ジョン・ドリトルは、20世紀前半にアメリカ合衆国で活動したイギリス出身の小説家、ヒューロフティングによる児童文学作品、ドリトル先生シリーズの主人公である、架空の博物学者、医学博士、ジェントリ。ドリトルの日本語表記は1925年の大月賢治では、 ドリトルだったが、1941年のイブセ、マスジー役以降は、ドリトルと表記、発音するのが、例外もあるが慣例となっている。イングランド西部のスロップシャーにある田舎町、沼のほとりのパドルビーの、オクスンソープ通りに面した、先祖代々の広大な屋敷に住んでいる。体型はコロコロとした、超非満型で、第4巻、サーカス第1部2章では、 マザーグースに登場する、ハンプティダンプティになぞらえて紹介されている。パイプタバコを愛用し、フロックコートにシルクハット、ステッキ姿で登場する、典型的な英国紳士、ダラム大学の医学博士号を取得している。性格は恩和だが、いざという時の戦闘能力は高く、第2巻、後回帰、第5部における、部族戦争をはじめとして、格闘する場面がいくつかある。 また水泳も得意であるなど、身体能力は高い。一方、音楽にも造形が深く、フルートの演奏を趣味の一つとしている。冒険家原の博物学者であり、非常に意志が強く、辛抱強い。一度決心すると、どんな困難が降りかかってこようとも決して諦めず、希望を持って頑張り通し、ついに目標を達成してしまう。相手の言葉に理があるときは、 たとえ無学な子供であろうと貧者であろうと尊重し、相手が間違っていれば、国王であろうとおじけずに進言する。その性格と生活態度から、一般人からは、真摯だけど風がありと評判の人物である。動物たちの意志と権利を尊重する観点から、自国の狐狩りやスペインの闘牛を野蛮な行為と、断じ、根絶すべきであると強く主張している。実際に、 イングランドの一地方ではキツネ狩りを実質的に廃止へ追い込み、スペイン領のカパブランカ島では、闘牛の全面禁止をかけて、本職の闘牛士と対決した。さらに動物を利用した営業行為の現状を虐待であると論じ、不衛生なペットショップから動物たちを救出したり、自ら理想的な動物園やサーカスを実現したりしてみせた。先生自身は、 家畜廃止論者ではなく、彩植主義でもない。未開の民を優れたキリスト教徒としてのイギリス人が強化するという、植民地主義に肯定的な発言が多少を見られるものの、ドリトル先生自身は当時では珍しいほど、人種や階層などにはこだわらない人物として描かれている。先生が最も尊敬する、博物学者、 ロングアローはアルファベットを介さない、非式辞者のインディアンであり、また親友である、ジョリ人気国王子のカーブーブーバンポは、アフリカ国人、マシューマグは、ペット用のクズ肉を扱う、猫肉屋を制御とする、貧民層の人物である。無学で貧しいトーマス・スタビンズも当初から、トミー君や、坊やではなく、スタビンズ君と呼び、子供扱いせず、一人前の女子として扱っている。 一方、女性との付き合いは苦手で、細々した身の回りのことでとやかく言われることについて、いつもこぼしている。女性との交流は、マシューの夫人である、テオドシアマグを除いてほとんどなく、妹の皿からは絶縁されてしまっている。当時のジェントリーの多くの例に漏れず独身であり、第2巻、後悔期、第5部九章では、万宝の父である。 ジョリ人帰国王が120人の妻を持つことを聞かされ、それは、ますますよろしくない、120倍もよろしくないと評している。また金銭に対して、無頓着で、多少の収入があっても、研究や気の毒な動物たちのためにすぐ使ってしまい、広大な屋敷を除いて、無一文という状態が珍しくない。それでも楽しく幸福でいられるのは、 先生の人望をしたう多くの友人や動物に囲まれ困った時はいつでもその協力が得られるからである。カミソリの代わりにガラス瓶の破片で髭を剃るという合理性と無頓着のどちらにも解釈できる癖を持つ。ドリトル先生はイギリス人なので母国語は英語であるがそれ以外の言語にも広く通じている。本編中では少なくともフランス語、 スペイン語で会話している場面があり、公開期第3部8章では、スペイン領のカパブランカ島において、ドリトル性をドゥーリトル、つまり、わずかな働きと介してスペイン語に異訳した、ホアンアガポコの別名で呼ばれている。サーカス第4部5章で、喋る、馬のニーノの見せ物に出演した、サイノ・マシューマグの工場によれば、日本語は話せないとのことである。動物語は、最初、 英語やスウェーデン語が話せるオウムのポリネシアから教わり、ポリネシアやマシューマグに進められて、獣医師に転業した頃には哺乳類や鳥類は、無論のことワニのような大型の爬虫類とも問題なく、会話ができるようになった。魚類はアフリカ雪の頃は、サメのような大型のものとなら、会話ができたが、後に、後悔期ではもっと小型の魚や貝類との会話にも、成功している。 ガツからの使いでは、モウルスの発明した電信機を改良した機械を通じて、昆虫との会話に成功し、俗巻きのガツへ行くでは、地球上のものより大型の固有種ながら、植物との会話にも成功した。先生が動物との会話に際して、最も苦労する点は人間に、尻尾がないことで、尻尾を使ったジェスチャーが必要な場合は、モーニングコートの裾で代用している。 動物語が話せることについては一般人に説明しても変人扱いされるだけなので普段は秘密にしている。しかし必要に迫られた場合は公害しないことを条件に打ち明ける場合もある。また、西アフリカのファンティポ王国で国際郵便を始めた際は動物館で共通使用する文字を考案し、北極マンスリーなどの雑誌を発行した。その後もネズミ用の文字や 豚用の文字を考案し、助手のスタビンズが、スタビンズスタビンズ書店名義でそれらの文字を使用した書籍を出版したり動物が書いた原稿を英語に翻訳出版したりしている。ドリトル先生は研究と標本採集を主な目的に動物たちを連れて長期にわたる旅行や公開に出かけることが恒例になっている。本編中で言及されている旅行や公開は、 以下の通りである。また、緑のカナリア第一部一章で、豚のガブガブはアフリカ、アジア、フィジーへ行ったと述べているが、アフリカはアフリカ行きを指すとしても、アジアが前日の東南アジアやインドへの渡航を指すのか、また南太平洋のフィジーに渡航したのが、どの時期で先生に連れられてのものか否かなどは不明である。旅行の行き先が特に決まっていない場合は、目をつぶって、 無作為に地図帳をめくりながら、鉛筆を突き立て、筆先が差し示した場所を目的地とする運任せの旅行と呼ばれる行事で行き先を決める。この行事は本編中で2回にわたって実施され、1回目は、後海機第2部11章で、ロングアローが消息を絶った雲猿島が、2回目は、ガツからの使い第2部14から15章でガツ、地図帳で、 太陽系図の次のページに掲載された月面図が目的地となった。先生は旅行に際して大荷物を用意することを好まず医療用具と必要最低限の生活用品だけを愛用のカバンに詰めて持っていく。ガツ世界の探索に当たった時だけは例外的に月から飛来したガの背中に観測、実地調査用の機材を大量に乗せて運搬した。 ドリトル先生の特徴的な団子花は、ロフティングの長男、コリンの顔がモデルとされており、父の創作童話を痛く気に入ったコリンは、ドリトル先生を自称していたことで知られている。ロフティングは、ドリトル先生のモデルとなった、実在の人物の存在については特に、言及していないが、解剖学の権威で、ロンドンのレスタースクエアにある邸宅の敷地内に、 施設の動物園を有していた、ジョン・ハンターや、ロフティングの故郷である、バークシャー州、メーデンヘッドからも近いハートフォードシャー州、トリングで1892年に、動物学博物館を開館した、博物学の大家としても知られるロスチャイルドや第三代、当主、ウォルター・ロスチャイルド男爵らが、モデルになっているのではないかとも指摘されている。このうち、ハンターは、弟子のエドワード・ジェンナーから、 ある症状の治療について手紙で相談を受けた際の返信でドゥリトルが一番だと思うと回答したというエピソードが存在する。米国で制作された映像化作品に登場するドリトル先生は実写映画、アニメーションを問わず原作のような肥満体でなくスマートな体型で描写されることが多い。20世紀フォックスの制作で1998年に 公開された映画ドクター・ドリトルと2001年に公開された続編ドクター・ドリトルにはロフティングが原作者としてクレジットされているもののエディ・マーフィが演じる主人公の名前がジョン・ドリトルで職業が獣医師であることを除いては以下のように原作とは全く異なる設定であるこの映画の主人公ジョン・ドリトルはイギリス人でなくアフリカ系アメリカ人で舞台は ビクトリア朝のイギリスでなく、現代のアメリカ合衆国、サンフランシスコである。この映画のジョン・ドリトルは、原作のように独学で、動物語を習得したわけではなく、動物と話せるのは、少年時代から自然に身につけていた、特殊能力とされている。独身ではなく、リサという夫人がおり、カイラ・プラットが演じる、娘のマヤ・ドリトルも父の能力を受け継いでいる。 劇場映画2作品の続編として制作されたオリジナルビデオのドクター・ドリトル3、ドクター・ドリトル4、ドクター・ドリトル・ザ・ファイナルではマヤが主人公になっており、ジョンは登場しない。ユニバーサル・ピクチャーズ制作2020年公開の映画ドクター・ドリトルではロバート・ダウニー・ジュニアがジョン・ドリトルを演じた。ビクトリア女王の権限でイギリス国内に作られた。 動物保護区を居住地として与えられ、動物たちと暮らしている。リリーという婦人がいたが、彼女は一人で行った冒険で自己死しており、そのためジョンは人との関わりを断って引きこもっているという設定である。ありがとうございます。